ますね。気がついて大阪の地下鉄も止まってたんですね。で JR で振り返るとまだ今の時間もやってるみたいですね。へー、割れてますね今日本当に。神山やっと見えけん、なげー。でこっから1番線からね関西線乗り換えっすよ。こっちは三瀬谷の方、行くんよ。へー、もうまだ運転準備してるんですね。取り扱い開始してないけど、問題はこっから四日市へのアクセスが、これが厄介でしてですね、20時47分で、これ20時32分これまでないの。今の一番線に止まってるの22時19分22時19分だろ。あれじゃなくてさ、こっちか。これ21時32分これこれやろ、これね、今47分やから約45分待ち、マジか。いや、最後の最後にすごいアクセス待ってましたね。あー45分あるんやったら一回外出てもいいかな。これはなんか着いて折り返さずにそのまま止まっちゃうのね。オーマイゴー。いさあ、まあね、多分ってことは四日市に着くのが10時ぐらいでしょ。確実にもう燃えてきて何も話す気力も何も残ってないだろうことは確定なので、もうここで とりあえず一回統括して総括か、もう喋れなくなってる。もう四日地域の映像はパパッとダイジェストでパパッと流して、でしかもそんな時間からなんで、多分近鉄四日地域まで歩いてそこから、アスナル鉄道に乗ってとかそんな感じになると思いますけど、もう回す気力絶対湧きませんから。あれさっきのもう出てたんだ、20時これね34分やから、まあ絶妙なくですね。でこっちは14分やからあれなんですね、また別の列車がやってくるんですね。今のやつは多分そのまま車庫入ってたかな。あー、なるほど。あれ三瀬谷行きはこれで使い開始してますけど、荷物だけ置いてもう重てんだよ。あのちっちゃく見えるけど3泊4日分の荷物が入ってますからね。まあ途中で土産物とかを送り出してますけど、まあでとりあえずね、
まあなんか一喜一憂な感じでしたね。うん、結局当初の予定だったら本当はね朝一から起きて、和歌山市とかもね回ってからみたいなことも考えてましたが、全然そのあたり全然できてないし、であと痛いのは何だろう、まあ、よかったのはそれで最後にねさっき JR の難波と桜島は行けたんで、それは大きいかなっていう気はしてますね。ただ宇部新川残したのは痛いな、うん、宇部新川じゃない宇部新川の先のあの何だっけ長友手山か、あそこが行けなかったのは相当痛いですよね。まあちょっとだいぶねいろいろとあれもありましたからね。豪雨の影響とかねもあったり、まあ私の寝坊が一番でかいんですけど、いやーぐるっと回ったもんな、実質だってぐるっと中国地方回った形ですもんね。でまあ、またこのシリーズ自体は、連続で流せるのかどうか分かりませんけど、多分これもう下手すりゃこの最後のところ冬でしょ、流れてるの今取りだめしてあるストックから考えたら下手すりゃ冬になってるだろう、っていう頃合いなんでね、もしかしたらもう一発で行けてるかもしれませんけど、言っとったら来たね、あれかな、あれが折り返しになるのかな。まあどっち何しろまだね何かしらでねどこが残ってんだと、和歌山市駅、関西空港駅、関西空港駅と大鳥の先のね何だったっけ、ここと和田岬も、まあ、もともとちょっと予定から外してましたけどね、和田岬とで長友と山かで、あと北陸方面はね全く今回ちょっと定数係数になってるんで、まあもともとこれはね無理だろうなと分かっとったんで、九頭竜湖とあと2つぐらいありましたよね、能登の方と。あっちはあっちで多分北陸編みたいなのと和歌山編みたいなのをまた作っていくのかなっていう形になると思いますんでね。またそのあたりも多分冬だろうな、やれて冬だと思いますからね。冬の北陸は多分無理だろうしな、え、あ、こっちじゃないの、こっちに入るの、これにも乗せてくれないのかい、マジか、てかあっちのホームって関西線入れたんだ、ガサは一応来てるのか、あ、はあ、まあそんな感じですね。多分今回疲れ果てれるんで、途中で字幕を入れるような形でねある程度補足をしてるところも多いと思いますけど、こんな感じでねまたこのシリーズをやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。多分気長な、単位になると思いますけどね、間でね、また絶対シャバい企画入れないと多分無理、お財布爆発します。こんな規模のやつを毎回撮ったら、今回もね現金は1万円芝居とか言っとって結局できてんのかな、途中からもう全然計算してねえや、まあ1万円前後にはなってるのか、ですけど、怖いのはね
この後のクレジットの支払いの請求金額めちゃくちゃ怖いんですけどね。相当な金額クレジットで逃げてますもんね。うん、後払いで逃げてますからね。やべえな、ということなんでね、そんなやばい山田さんをね、チャンネルをね盛り上げてもらわないとね、ただねそれもね、報いになりますんでね、ついでにチャリンチャリンにつながるかもしれませんからね、YouTube ならねチャンネル登録と高評価とねコメントといただけましたら、ね、ニコニコの方はフォローか、フォローとねいいねと、あとコメントね、あもちろんニコニコの方はね、まあ、広告なりもあれですけど、あれですね、ギフトですね、とかっていう形でね、ダイレクトにね、支援してくれたってええんやでと、いうことでね、これぐらいでひとまず締めたいと思います。一旦締めるか。ご視聴ありがとうございました。